皆さん、こんにちは。今回は松本潤さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。昨年放送された NHK 大河ドラマ、どうする家康で主演を務めた嵐の松本潤さん。連日、撮影に追われる中、昨年7月初旬に元カトゥーン、赤西仁のライブに足を運んでいたという情報があります。7月1日と2日、赤西さんが事務所を独立して10周年経ったことを記念するライブ、仁赤西テンスアニバーサリーライブを開催しました。国立代々木競技場で行われたライブには、元関ジャニ∞、錦戸亮さんや山田孝之さん、オリエンタルラジオ、藤森慎吾さんらも登場し、大盛況で幕を閉じました。このライブに松本潤さんも足を運んでいたというのです。赤西ファンのある女性がこう語ります。2日のライブの MC で、赤西くんが昨日松潤とか見に来てくれたと、松本くんが見学に来ていたことを明かしたんです。松本くんは大河の撮影もあるのにわざわざ来てくれるなんて感動しましたよと話しています。テレビで松本さんが赤西さんとプライベートで交流があるというエピソードはあまり聞かないのですが、二人はどんな関係なのでしょうか。松本さんと赤西さんは、2005年から2007年まで放送されていたバラエティ番組、歌わらで共演したことがあります。ただ、あるテレビ局関係者は、歌わらの番組内で、赤西さんが松本さんと二人でエレベーターに乗った際、今日はよろしくお願いします。と挨拶したところ、松本さんに無視されて睨みつけられたという話をしたんです。その時期の二人は、お世辞にも仲がいいとは言い難いですよと当時の関係性を振り返ります。二人の間に距離があったのにはこんな背景があります。今でこそ嵐は大人気ですが、2000年代前半は思うように結果が出ず苦戦していました。松本さんはそうした状況に焦っていたのか、一時期ピリピリしていたことがあったんですよとテレビ局関係者は語ります。番組では松本さんが赤西さんの挨拶を無視したエピソードがクローズアップされてしまったのですが、この話には続きがあると言います。後日、松本さんの方から、赤西、あの時はごめんな、カトゥーン頑張れよと謝罪したそうです。その後はわだかまりもなく、お互い打ち解けて話せるようになったんですよとも述べています。実際、若い後の二人の親密ぶりを感じさせるエピソードがあります。赤西さんがカトゥーンとして最後の歌番組に出た後、食事に行ったこともあったそうです。彼がグループ脱退後にソロコンサートを行った時も、松本さんは真っ先に駆けつけたといいます。後輩の節目のイベントにはできるだけ顔を出すようにしているのでしょうとテレビ局関係者は述べていました。まさに雨降りって血固まるという表現がふさわしい松本さんと赤西さんの関係。前室の赤西ファンの女性は、松本さんが冒頭の赤西さんのライブを見学した際、こんな裏側があったと話します。赤西くんがライブ後に松本くんからアドバイスをもらったと話していました。嵐の演出を手掛ける松本くんは裏方の視点から、ライブの演出でお前が見えないと忌憚のない意見を言ってくれたみたいです。自分のライブを細部まで見てくれたのが嬉しかったのか、赤西くんは終始笑顔で松潤エピソードを話していたんですよとしています。さて、そんな嵐の松本潤さんが13年ぶり舞台に出演することが発表されました。東京を皮切りに北九州、大阪、ロンドンで公演が予定されていますが、この発表によって嵐の活動再開と25周年記念コンサートが消滅する可能性が高まったと指摘されています。その一方で、秋にコンサート開催予定で会場も抑えているとの報道もあり、情報が錯綜しているようです。松本さんが出演するのは、野田秀樹氏が率いる最新作正三角関係、長澤まさみさん、永山瑛太さんらとの共演で、7月から10月にかけて東京、北九州、大阪で公演し、10月31日、11月2日にはロンドンの由緒あるサドラーズ・ウェルズ劇場で上演され、
国内外で計80ステージをこなす予定となっています。松本さんにとっては蜷川幸雄さん演出のああ荒野以来13年ぶりの舞台出演です。松本さんは名だたる俳優の方々との共演ということで大きな挑戦になりますが、一生懸命食らいついてできる限りの稽古を重ねて初日を迎えたいと思いますと意気込んでいるようです。今回の発表にファンは大喜びかと思いきや、意外にも一部では落胆の声が上がっていました。それというのも、松本さんの舞台スケジュールからデビュー記念日の嵐の再結集やコンサートはなさそうと感じたファンが多いからです。2021年からグループ活動を休止している嵐は、先日メンバー5人で新会社株式会社嵐を設立したと発表しました。5人揃ってグループを継続する意向を示したとみられ、活動再開に向けた大きな動きだとファンに捉えられていました。今年は嵐にとって記念すべきデビュー25周年のプレミアムイヤーです。会社設立の報告文でも、2024年は25周年の年、これまで以上に主体性を持ちといった言葉が使われ、25周年を迎える今年中の活動再開を予感させていました。もし活動再開となった場合、業界内でもファンの間でもデビュー記念日の11月3日にコンサートを開催するのではと推測する声が強くありました。しかし、先述したように松本さんの舞台はロンドン公演の千秋楽が11月2日となっており、彼はデビュー記念日の直前まで舞台に立っていることになります。さらにイギリスと日本の時差は8、9時間で日本の方が進んでいるため、11月3日に嵐がコンサートを開催する可能性は極めて薄いと見ています。そうした事情から、ネット上では11、3にライブやメンバーの集合がないのは確定したね、11月3日のコンサート期待していたけど無理かな、嵐に会いたいっていう私の夢はなくなりましたといった嘆きの声が相次いでいるのです。その一方、秋にファンのためのデビュー25周年コンサートを開催する、会場はすでに抑えられ、それを済ませたら独立するなどと報道しました。新会社の設立は独立のための布石だとしているのです。松本さんの舞台のスケジュール的に11月3日のコンサート開催は難しいことから、秋のどこかのタイミングでライブが実施されるのでしょうか。また演出家の顔もある松本さんはコンサートの演出にこだわるはずで、そんな大事な記念ライブを控えているのに長期の舞台の仕事を入れるのは不自然なようにも思えてきます。ただ5人で新会社を立ち上げたことから、彼らにグループ継続の意思があるのは間違いないでしょう。今年のうちに大きく事態が動くのか、様々な意味で注目を集めることになりそうです。そんな中、長澤まさみさんと松本潤さんが急接近との話があります。かつて仲良しでも接近が許されなかった、現在フリーの2人が長期間一緒に芝居に取り組むわけです。松潤は昨年 NHK 大河ドラマ「どうする家康」の主演を完走後、演出の仕事に軸足を置くと見られていました。しかし今回出演を決意したのは長澤との共演が最大の理由だったと聞いています。一方、長澤も昔から気になっていた松潤と長期間一緒に過ごせるため出演を OK したとか、稽古や上演中に急接近する可能性もあるでしょうとしているのですが、このことについては真相は不明です。さて、少し変わったところで松本さんには常々変な癖があるとテレビ関係者の間で話題になっているといいます。松本さんをトイレで見かけると、いつも個室に入って用を足しているのですが、なぜかドアを閉めないんですよ。もちろん小の時の話なんですが、みんな不思議がっています。芸能人の中には他にも小の最中に横に立たれるのを嫌がる人はいますが、わざわざ個室を使っているのにドアを閉めないのは松本さんくらいですね。小の便器でするより目立ちますよねとテレビ局スタッフは語ります。人には見せられないほどのマグナムなのでしょうか。二人の女性が虜になったのもこの辺りに秘密があったりするのでしょうか。これについても大きな謎です。2022年、旧ジャニーズ事務所からある情報が飛び込んできました。タキーに続いての激震でした。ジャニーズの人気グループ、キング&プリンスの平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、
岸優太さんがグループを脱退、退所すると4日に公式ホームページで発表されました。旧ジャニーズ事務所の副社長だった滝沢秀明氏の退社発表直後だけに、ファンの動揺は想像に難くはありませんでした。なぜこのタイミングなのか、舞台裏を追跡すると、タッキーの存在と松潤拒否事件があったといいます。3人は2023年5月22日にグループを脱退、平野さんと神宮寺さんは同日に事務所を退所し、岸さんは2023年秋に事務所を去ります。これに伴い5人でのキング&プリンスの活動は終了となります。2023年5月23日からは残った永瀬廉さんと高橋海人さんの2人で新生キング&プリンスとして活動します。そもそもキング&プリンスは先代の子ジャニー北川氏が最後に作ったと言われるグループです。平野に至っては名古屋で別の事務所のプロジェクトに参加していたところをジャニーさんの目に留まり、ジャニーズにスカウトされているんです。それこそ直系のジャニーズと言っても過言ではないと関係者は言います。ところが後継者であるジュリー元社長からの覚えはめでたくはないと言います。ある芸能関係者の話によれば、一時は嵐の後継者とも言われたキング&プリンスですが、その嵐の松本潤がキング&プリンスのことを気に入り、ライブをプロデュースしたいと申し出たことがあったそうです。ところがその申し出をキング&プリンスは断ってしまった。それ以来ジュリーさんはキング&プリンスに冷淡になったと言われています。ジュリーさんが嵐を育てましたからね。実際テレビ局がキング&プリンスを使いたいと懇願してもなかなか OK がもらえない時期があったと言います。例えばキング&プリンスの冠番組キング&プリンスルがスタートしたのが今年の1月、なにわ男子がデビュー前から冠番組を持っていたのとは大違いです。そんなキング&プリンスにとって滝沢氏の存在は大きかったそうです。事務所とグループの間に立ってくれたからです。タッキーはジュニアだけでなくデビューしているグループの人たちの相談にも乗っています。そもそもキング&プリンスはジャニーさんが作ったグループですし、その後継者であるタッキーが大きな後ろ盾になってくれていたはずですと語ります。その滝沢氏が退社することになれば、将来に不安を持ってもおかしくはありませんでした。グループの売り出していく方向性も変わっていくでしょうし、退所するメンバーはその時に自分たちのジャニーズ事務所内での立ち位置を考えたのではないか。このタイミングでの退所にはよほどの理由がなければならないが、タッキーへの追随ならばあり得る。聞けば今ジュリーさんは相当怒っているそうですとしています。タッキー余波は想像以上に大きいと当時から見られていました。さてこれまで松本さんは女優井上真央さん、 AV 女優葵司さんの二股交際が持ち上がったり、女性の存在があったりしたメンバーです。しかしある時松本さんが一昨年某メディアで一般女性に盆栽のプレゼントを送ったという話を根拠に交際を疑う記事が出ました。否定はされましたが、そのライターによると相手女性は日本人ではなくフィリピン人だというのです。これに対してどうやら恋人ではなく専属風俗嬢なのではないかという話もあります。いかにも日本的な盆栽を送ったのは相手が外国人だったからなのでしょうか。ジャニーズタレントは昔から女性問題を起こさないよう専属風俗嬢を活用するという噂が絶えず、 AV 女優との交際もその線で見る記者もいるほどです。だとすれば報道当時松本さんは井上さんとの交際で人気が下がることを懸念し、専属風俗嬢で我慢していたタレント優等生ということになるかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は松本潤さんの近況を中心に見てきました。舞台に久しぶりに挑戦するという意気込みは引退するのではないかという憶測を一気に吹き飛ばしてしまいました。ただ好感言われている通り、このまま行けば嵐の復活ライブはお預けとなりそうです。株式会社を立ち上げたことからファンとしては様々な想像を膨らましていたことでしょう。ファンをがっかりさせないために設立した株式会社です。その方法は副案として松本潤さんの頭の中に構想があることを期待したいと思います。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。